アンドレスでウルダネータは、船員、探検家、聖アウグスチの修道会の修道士。バスク人。フィリピンから、太平洋を渡り、ヌエヴァエスパーニアのアカプルコに至る航路を開拓し、この航路は、ウルダネータの航路と呼ばれた。ウルダネータは、スペインバスク地方のギプスコアにあるオルディシアで生まれた。ラテン語と哲学を学んだが、孤児となり、軍隊に入る。イタリア戦争中、 大イに昇進した。スペインに戻ってからは、数学、天文学を学んだが、それをきっかけに、海に生きることへの憧れを抱くようになった。1525年、彼は、ガルシア・ホフレデ・ロアイサの下で、高領諸島への苦難に満ちた遠征に参加することになった。ウルダネータは、ロアイサの遠征における数少ない生存者の一人となった。 ポルトガル人に捕らえられたが、1528年には、どうにか、ヨーロッパに帰り着くことができた。彼は、フワンセバスティアイエルカーノに次いで、史上2番目の世界就航達成者となった。スペイン王カルロス一世は、ウルダネータを歓迎せず、また、ウルダネータ自身も冒険に疲れ切っていたため、彼は、ヌエバイエスパーニャに渡り、セアウグスチの修道会に加入した。 1564年、ヌエヴァエスパーニャ副王ルイス・デベラスコの死去に伴い、ヌエヴァエスパーニャの統治は、アウディエンシア管轄下に入った。フィリピン諸島の征服と植民地化のための遠征準備が最初の課題となった。これは1559年に、フェリペ2世が下した命令で、指揮官に指名されたウルダネータは、恐れていたし、副王は死ぬまで。 この件を検討中としていた。ウルダネータは有能な航海士で、とりわけインド方面に強いと考えられていた。フェリペ2世はウルダネータに遠征参加を要求し、彼を指揮官とすることを提案した。ウルダネータは遠征参加に同意した。指揮権と前勤は認められず、ミゲル・ロペスでレガスピが指揮官とされた。レガスピ座上のサンパブロ号を機関とし、 ウルダネータ座城のサンペドロ号、小型船のサンフアン号とサンルーカス号が続く。この遠征艦隊は、ハリスコ州、バーラデナビダードを1564年11月21日に出発した。島でしばらく過ごしたレガスピは、島に残ることにした。そしてレガスピは、ヌエバエスパーニャに帰るための航路開拓と、フィリピン植民地への増派を求めるために、 ウルダネータを帰らせることにした。ウルダネータは、セブ島のサンミゲルを1565年7月1日に、出港した。遥か北緯36度まで進まないと、良い風は得られなかった。航海中のトラブルから、ウルダネータ自身が指揮を取ることになった。サンペドロ号は130日間で12000マイル、航海し、1565年10月8日、 アカプルコに入港した。この航海で乗組員14名が死んだ。怒りを下ろす力が残っていたのは、レガスピノ・オイフェリペデ・サルセードとウルダネータだけだった。到着後、ウルダネータは遠征艦隊の一員でフィリピンに向かう途中はグレタ・アロンソでアレジャノを見つけた。アレジャノは艦隊とはぐれてから8月にバーラでナビダードまで戻ってきていた。 アレジャノの記録は、ウルダネータのものより全く不正確かつ、専門的でなかったため、ウルダネータの航路が有名になり、信用に足るものとされた。ウルダネータは、遠征報告のためヨーロッパに行き、報告後ヌエヴァエスパーニャに戻った。再び、フィリピンに向かうことを望んだが、友人たちが思いとどまらせた。彼は、自身の船旅に関する手記を二つ書いた。 その片方、ロアイサの遠征の話は出版された。もう片方の機関の話を書いたものは、原稿がインディアス古文書館に収蔵されている。以後17世紀までマニラガレオンと呼ばれるスペイン船がウルダネータの航路を用いた。スペインは19世紀まで太平洋の大半における名目上の総主権を持っていたが、種々の理由で、 北米の太平洋岸や太平洋の島々を探検しなかった。1568年、メキシコシティで世を去った。ありがとうございます。